ですね、ここはですね、近鉄線は、近鉄なんだっけ、橋畑線だっけな、橋畑神宮前駅に来ております。本日は、10連休のゴールデンウィークということなんですが、家族旅行なんですけどね、とりあえず、今から単独行動がちょっとだけできますので、この辺に乗りまして、これからですね、ほとんど余裕がありません。ここにですね、桃山五稜前までですね、乗りまして、そこから JR 線で御幡駅というところに行きまして、京都アニメーションのですね、ショップがありますので、そこに行きます。それでですね、その後ですね、あっちと聞いな、御幡から少し歩きますと、京阪の御幡駅がありますので、そこからですね、京阪宇治線を乗りまして、宇治まで行って、折り返して中所島まで行って、京阪線を全線の乗車、その後ですね、なんだっけ、丹波橋まで戻って17時22分ぐらいのですね、この近鉄線の特急、このタイプですけど、多分このエースの更新車っていう風な話を聞いておりますが、これに乗りまして一気にですね、伊勢は真っ坂の方まで行こうという風に、予定になっております。本当にですね、ギリギリで行います予定が、1本1秒遅れただけで予定が崩壊しまして、特急に乗れないということになりますので、かなり大変な感じですが、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、道中派全部カットされ、近鉄京都線の桃山五稜前駅です。たまにうねぎ五稜前駅と間違えていますが、京都派詳しくないのでご了承ください。逆に奈良派近鉄沿線に限っていくらか走っているのですが、これから JR 線に乗り換えていくことになります。にしても今回初めて旅先で、4K を使ってみているのですが、まあ綺麗なものの容量を食うことこの上ないんですね。なので私が喋っているシーン派すべて、フルハイビジョン画質を引き伸ばしていますのでご理解ください。そして改札を出て左東方面に歩くと JR 奈良線です。見えますでしょうか。一応近鉄うねび五稜前駅です。ここから歩きますと10分750メーターでですね、ちなみにここは京都ですけど、桃山駅、 JR の桃山駅があるってことなんですけど、多分これをずっと行けばあると思うんですが、時間がありませんので、なんとかして、あと10分ぐらいですね、 JR が行っちゃうので、 JR も時間4分ぐらいしかありませんのでね、なんとか乗りたいところですが、これ道間違ってたら笑いますが、ここでですね、 JR 奈良線の方に乗り換えていきます。まあ、JR 奈良線はね、奈良県を走らない奈良線でね、なかなかネタになってますけどね。そしてなんとか JR 桃山駅に着きました。かなり早足で歩いたので息が切れていますが、その甲斐あってかやってきたのは、なんと103系でした。なんという幸運。まあ2駅しか乗りませんが、JR 奈良線に乗る機会自体が私はあまりないので良かったのではないでしょうか。ということで桃山駅で乗車してから間に1駅挟み、やってきたのはここ、御幡駅です。ここ御幡駅が京都羽宇治までわざわざやってきた理由だったりします。というのもここには、鈴宮春日の憂鬱や軽音、最近ではブアイオレット、エブアーガーデンなどでおなじみ、京都アニメーションがあるためです。で、その関係場所に行こうと思ったら踏切が鳴ったので待っていたら、宮古寺快速対比の205系による京都行き各駅停車でした。ちょっと失礼、ランオーダーもしますが。よいしょ。はい、現在時刻が16時を過ぎたところでございます。京アニショップ無事にですね、30分ぐらいのんびりと見させていただきました。でですね、全財産の 95% ぐらいを使いました。バカでございますが、まあ、めったに来ないし、いいでしょう。京都のですね、小旗だったか、小旗だったか、微妙にですね、京阪とですね、JR で言い方が違うんで分かりづらいんですが、その辺まで来るのがですね、結構めんどくさいんですよね。なのでですね、もう来た時に買えるだけ買ってしまうっていうのが鉄則でございますので、もう買ってしまいました。まあいいでしょう。まあちょっと現在手持ちは少ないですが、今後お金を使う時っていうのは基本的にないはずですので大丈夫なはずです。はい、それでですね、これからですね、今 JR があっちにあって、なんでこっち来てんだって言って、この目の前に踏切がまた見えるんですよ。これ京阪でございます。京阪ですね。京阪なんだっけ、宇治線ですか。宇治線ですね。京阪の方にですね、これからですね、ちょっとだけ乗って、丹波橋まで折り返しまして、そこから近鉄で、行こうかと思います。あ、正直言ってですね、ちょっと拍子抜けするぐらい現在時間がですね、余裕がございますので、まあ全然ですね、余裕のほいほいで行く感じになるかなという感じです。JR にですね、最近全部集中しちゃいましたんで、こう京阪のですね、方に乗りに来るってことが今後ないと思いますので、まあこの際ですね、もう京阪宇治線ぐらいは全部乗り潰してしまうと。ちなみにですね、今のところ本線が丹波橋から中所島、そして宇治線がですね、中所島からここ小肌駅まで、乗車をしているというところです。
ではですね、ここからですね、京阪線乗っていこうかなというふうに思います。ここからはですね、再び 4K 画質でお届けするつもりでございます。ということで、ここからは京阪宇治線に乗っていこうと思います。もうパスもの残高がないので、普通に切符を買って乗っていくことにします。ということで、入場したのはいいのですが、電車がちょうど発車した直後でした。とほほ、とはいえ10分間隔なので、まあ各駅停車のみ4両編成ながら、なかなかではないでしょうか。そして駅にはなんと響けユーフォニアムの看板があったので、パシャパシャ撮っていたら意外とあっという間に時が経ちました。ちなみにアニメの方の同僚者が2名ほどいたのに、は心の中で笑いました。京阪電車宇治支線みたいな感じにあります宇治駅ですが、こんなに結構人もいるもんだし、まあ場所から混みそうではありますが、ここまでとは思いませんでした。40編成なんでね、結構混んでおります。とは言ってもあれ、どうしても、もう末端駅方式の終着駅ですので、前に行けば前に行くほど空いているという恒例のやつですけど、ここからですね、さっきもう切符は買ってありますので、折り返し丹波橋まで行きます。で、丹波橋まで行った後はですね、近鉄乗り換えて伊勢に行きますよ。もうやっぱね、何度やってもこう今日とかで伊勢に夕方に行くっていうのは慣れないですね。面白おかしくってたまらないですよ。ということでですね、ここから再び京阪電車に乗っていくことにします。ということで、再び切符で改札を通り、京阪宇治線を折り返していこうと思います。ちなみにこれにて京阪宇治線全線環状をご報告させていただきます。それから来た時の切符を記念に持ち帰りたいと駅員に言ったら、映像に映していないですが、なんとわざわざハトマークのハンコを引っ張り出してきてくれました。京阪の方々は優しい方が多いなぁと感じつつ、やってきた1万系電車に乗って駐車島まで向かいます。ちなみに1万3000系1本に響けユーフォニアムのヘッドマークがついてるらしく、後続では知ってきたのを駐車島駅で撮影しました。にしても京阪宇治線派なんかこじんまりとしていますが、観光名所が沿線にあったり、いろいろ面白い路線だなぁと感じています。そして最後の1駅浜へ展望を撮ったのですが、パソコンのスペック不足や尺の都合で割愛。駐車島駅に着いた時、大阪淀屋橋行きの3000系特急が待ち構えていたので撮影しました。にしても運転士さんがなんかやる気がないのか、はたまた疲れていたのか、にしてもこの特急えらい混みようです。京阪の特急運むイメージがありますが、これでは完全に朝ラッシュじゃねえかと言わんばかりでした。にしても駐車島駅のホームは本当にすごい急カーブにありますよね。撮影には面白いですが、車掌は大変なようです。そしてのんきに撮影していたら、リミットの特急が間もなく来るということで、慌てて8000系の出町柳行き特急に乗車しました。はい、ここが京阪の丹波橋で、これは連絡通路ですぐに近鉄丹波橋駅に連絡ができます。これですね、前はすごいラッシュで行きましたが、今回は余裕しゃくしゃくという感じでしょうか。これですね、何回も言いますが、次の乗るのは17時22分発特急の鳥羽行きですよ。これで伊勢まで行きますからね、一気にね。この時間に伊勢に行く人誰もいないと思いますが、伊勢に行きます。これですよ、これ。もう 2つの意味でね、皆さんが変な目で見ますけども、僕はですね、なかなか一般人はできないですからね。この時間に京都から伊勢、まあ三重ってことですけど、そこまで行くわけですから、あれ親しんだ近鉄の看板ですね。これですね、フリーパスで行きます。よいしょ。これですね、天理行きの発車を待って特急に乗車することになります。そして鳥羽行き特急が4両編成できましたが、なんと2000系ACE ではなく、2編成しかない22600系ACE の4両固定編成がやってきました。ということで、これに乗って短絡線を経由し、一路伊勢は松阪まで向かったのですが、 SD の容量の関係でここまでとなりました。とはいえ、私の2019年ゴールデンウィークは他の方より短いながら、なかなか体験できないことをいろいろできたと思います。欲しかったアニメグッズや資料も買えましたので大満足です。ということで、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。